皆さんこんにちは、アミと申します。かつて日本には東北地方にもう一つの王朝があったと言われたら、あなたは信じるでしょうか？おそらく大部分の人は、何バカなことを言ってるの？と言うと思います。その王朝の存在を主張しているのが津軽外三軍師という古式伝です。すぐには信じられない突飛な内容と様々な状況証拠から、現在では津軽外三軍師は日本史上最大の義書と言われています。ですが、研究者の中には、津軽外三軍師が新作であることを強く支持する人たちがいます。そして一部でも本当の部分があるとしたら、日本の歴史が変わる、そんな不思議な書物でもあるのです。津軽外三軍師が語るもう一つの王朝。津軽外三軍師は約5万年前から南北朝時代の1341年までの東北地方の歴史が綴られた書物です。といっても学校の授業で教わる、いわゆる正史ではありません。その大まかな内容は、1、5万年前の津軽に中国から遊び族という部族が流れ着き、岩木山の麓で平和に暮らしていた。2、5000年前、岩木山が噴火して遊び族が絶滅しかけていたところに、ツボケ族というツングース系の好戦的で残虐な種族がやってきて、遊び族を蹂躙し、津軽はツボケ族のものとなった。3、ツボケ族の襲来から約4300年後、中国の秦の健康に追われた軍孔子の一族がやってきて、ツボケ族を平定。4、同じ頃、神武天皇に追われた邪馬台国の阿鼻彦と長須根彦の兄弟も津軽にやってくる。5、阿鼻彦と長須根彦は軍孔子の娘の秀麗と秀蘭を妻とし、諸民族は混血して荒幅貴族を名乗る。この一族が大和朝廷から恵比氏と呼ばれた。恵比氏の首領は代々津軽丸を襲名するようになり、ヨーロッパの王たちのように津軽丸、丸姓と称した。6、神武天皇の崩御後、荒幅貴族は皇位の継承などで大和の朝廷に介入、支配する。第4代の伊徳天皇の崩御後、荒幅貴系の高原天皇を擁立。同じ頃、始皇帝の命を受けて、不老不死の秘薬を探していた徐福が津軽を訪れる。7、平安時代になると、津軽丸の座は奥六郡を支配した安倍の頼時の次男の安倍の貞党を経て安藤氏に移る。安藤氏の後裔の秋田氏には、過疎の安倍の貞党は阿鼻彦の子孫とする系図が伝わっている。8、1341年、蝦夷地の実質的な首都として繁栄を極めていた土佐湊が、興国2年の大津波に襲われる。土佐湊は壊滅し、津軽丸として蝦夷地を治めていた安藤氏の政権は崩壊。以上が、津軽外三軍師が語る、東北地方の戦死時代から南北朝時代までの歴史です。始まりが5万年前からだったり、大和朝廷に介入したりなど、なかなか壮大な内容ですね。他にも3世紀後半頃には、朝鮮半島から唐国公という人物がやってきて、大和方面を略奪した。草書に登場する和の御王は、天皇のことではなく津軽丸のことだった、など、日本の歴史が根底からひっくり返りそうな記述も。さらに津軽外三軍師では、荒幅貴族が擁立した高原天皇だけでなく、奈良時代に二度天皇になった女帝、高賢天皇も荒幅貴系の人物だと、津軽外三軍師は記述しています。実在性が不確かな高原天皇はまだしも、出自が明らかな高賢天皇が荒幅貴系と首をかしげてしまうところではありますが。また1341年に、興国2年の大津波で政権が崩壊したとされている安藤氏は、後の世でも戦国大名として勢力を維持していますし、江戸時代には秋田氏を名乗って大名として存続しています。このように明確な歴史的事実に対しての矛盾もありますが、だからこそ物語として見れば荒唐無稽で面白いとも言えますね。ただしそれゆえに事実とは思えないと感じる人が多いのも頷けます。ですが一方で、学者や歴史家などの中に津軽外三軍師を支持する人たちがいるのも事実です。津軽外三軍師は荒唐無稽ながらも、
研究者が事実と認めるだけの真実味も持ち合わせているということですね。津軽外三軍氏が義書とされている理由。先ほどもお話しした通り、津軽外三軍氏は義書というのが現在では定説になっています。津軽外三軍氏は青森県五所川原市の古物商和田喜八郎が自宅の改装中に天井裏から落ちてきたことで発見したと言われています。津軽外三軍氏が義書とされている主な理由は次の通りです。 1. 考古学的調査との矛盾。土佐港の発掘調査では津波の痕跡は確認されていない。また土佐港の最盛期は津波が襲ったとされる時期以降だったらしい。 2. 近代の学術用語が登場する。後年、冥王星、純星などの20世紀に入ってからの天文学用語の記述がある。 3. 発見状況の矛盾。和田家の建物は1941年建造の家屋であり、天井裏に古文書が隠れているはずはない。実は最初の発見は1949年頃で、地中から掘り出されていたとも。 4. 筆跡や論文内容の一致。古文書の筆跡が和田喜八郎氏の筆跡と完全に一致する。また他人の論文を盗用した内容が含まれている。 5. 天井裏の狭さと見つからない原本。和田喜八郎が亡くなった後の和田邸内の調査の結果、原本がどこからも発見されなかった。また和田邸の天井裏に大量の古文書を隠せるだけのスペースは存在しない。 6. 疑惑の薬品。建物内から紙を古紙に偽装する薬剤として使われたと思われる液体が発見された。以上から義書派は津軽外三軍氏は和田喜八郎氏の創作と結論付けました。和田氏は世を去るまでの約50年間、屋根裏から古文書を発見し続けたと言われています。屋根裏という限られたスペースにあった書物が50年にもわたって小出しで見つかるというのも考えてみれば不自然ですが、自分で執筆して少しずつ世に出していたのならば確かに合点がいきますね。和田氏の生前の主張によると、陸奥の三春藩で起こった大火で舞鶴城に所蔵していた資料が焼失した。三春藩の藩主の秋田氏は安倍の貞党や安藤氏の末裔との言い伝えがある。藩主の命を受けた秋田紀勢が妹婿の和田長三郎義継や菅江増美らの助力を得て、寛政年間から資料の収集や諸国の討査を行った。その成果が和田家に秘蔵されてきたとのこと。ところが和田氏が協力者として挙げている菅江増美の日記には、和田家や津軽外三軍氏などの言葉が一切出てこないのです。ほとんどが状況証拠とはいえ、これだけ積み重なると津軽外三軍氏が和田氏の創作物と考えられるのは致し方ないようにも思えます。とはいえ、津軽外三軍氏はその内容の全てが捏造とは言い切れないとも言われているのです。坂の上の田村麻呂が残した言葉の意味。1949年、青森県の東北町の赤川上流域で日本中央の文字が刻まれた巨石が発見されました。この地域には古くから坂の上の田村麻呂が東西に向かう途中、弓のはずで日本中央と彫った壺の石踏みが眠っているという伝承がありました。壺の石踏みについては、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての宋建章が記した小中章や、鴨の長明が13世紀初め頃に表した発信集、他にも長戸本平家物語や遠行本平家物語などの書物に記述があります。都の政府から東北地方の政党のために派遣されていた田村麻呂が日本中心と認識していた地は天皇がいる京の都だったはずです。青森イコール日本の中央という認識を持っているはずがありません。それにまだ正確な地図がなかった時代とはいえ、青森の位置が日本列島の中央ではないことくらいはさすがに理解していたでしょう。あらゆる意味で決して日本の中央とは言い難い青森のことを、田村麻呂はなぜ日本中央と記したのでしょうか。一説では日本中央の日本は日本や日本のことではなく、日の本のことだと言われています。
昔は天皇がいる都を中心とする日本とは区別して、東北地方を日の本と呼んでいました。だから日本中央とは日の本の中央、つまり東北地方の中央ということになるというのがこの説の主張です。ですが、東北地方に限ってみた場合でも、青森は位置的に中央とは言い難いですよね。だとすれば考えられるのは、田村麻呂が言う日本中央とは、位置的に中央という意味ではなく、日の本の中心の地という意味ではないかということです。天皇を中心とする都の勢力たちは認めていなかったでしょうが、昔の東北地方はまさに日本とは別のもう一つの国と言える存在だったのかもしれません。そして青森は日の本の実質的な首都であり、東北地方を治める王の津軽丸が住まう町だったと考えると、田村麻呂が刻んだ言葉も納得できます。そうだとすれば、天皇がいる都の人たちが東北地方を平定しようと躍起になったのもわかる気がします。日本のすべての地を支配下に置きたいという動機のほかに、日の本の者たちはいつか自分たちを脅かすかもしれないという恐れもあったのではないかと思うのです。津軽外三軍氏が語る東北地方の歴史は確かに荒唐無稽で、すべてを信じるのは難しいかもしれません。しかし、日本中央の石踏みによって、かつての東北地方は実質的に日本とは別のもう一つの国であり、その中心の地が青森だった可能性が示されたと言えます。ちなみに、日本中央の石踏みとされるこの巨石は、津軽外三軍氏と同様に、その真偽が取り沙汰され、様々な理由から偽物という見方が現在の主流になっています。しかしながら、この石が見つかった東北町では、この巨石を有形文化財に指定し、現在は日本中央の石踏みとして、町内の保存館で展示公開しています。また発見された場所には、日本中央の石踏みと記された案内標識が立てられています。日本中央の石踏みが本物であれば、確かにそれに越したことはないでしょう。でも、町の人たちにとっては、津軽外三軍氏と同様に歴史のロマンを感じさせてくれる町の宝物であることに変わりないのかもしれません。大河ドラマ、鎌倉殿の13人に登場する奥州。岩手県平泉町にある中尊寺の金色堂は、まさに奥州藤原氏の栄華の象徴ですね。一説では、マルコ・ポーロの東方見聞録に登場する黄金の国ジパングは、中尊寺の金色堂が元ネタになっていると言われています。中尊寺の創建より少し前の時代には、田物君アテルイや岩具の漏れらに率いられた一族が活動していたことが、俗日本記や日本略記に記されています。また青森県には、迫害から逃れたキリストがたどり着き、没したとの伝説が伝わる地があります。その伝説を補足するかのように、日本語では意味不明なのに、ヘブライ語では意味が通じる不思議な盆踊りの歌や、キリスト教を連想させるような風習が残る地域があることも知られています。昔の人々にとって、東北地方は都から遠く、それゆえに情報がなかなか伝わってこない、まさに未知の世界でした。しかし、都から離れているからこそ、独自の文化が花開いたとも言えるでしょう。津軽外三軍氏の内容は、確かに事実ではない部分が多いかもしれません。ですが、そこに流れる東北への愛着や誇り、そしてかつて東北に存在したもう一つの王朝への思いは、決して嘘ではなく、この先も揺らぐことはないのでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、グッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。